エアー、北海道株式会社は、かつて存在した全日本空輸グループの航空会社である。1994年に、エアー日本と北海道の共同出資で設立され、北海道内の離島3路線を、アンクから継承した。稚内空港と利尻空港、レブン空港を結ぶ路線は、国や、道、地元山頂の補助を受け、着陸料減免も受けていたが、 平均搭乗率30%前後、当民利用者数は1便平均1人台と路線の維持が極めて困難な状態で2003年3月31日をもって廃止された。函館空港では、奥尻空港便を夏季3往復、冬季2往復運航するほか、函館市内の夜間遊覧飛行も実施していた。こちらも採算に合わず、奥尻空港の滑走路延長に合わせて、 機材大型化を検討していた遊覧飛行が2004年度決算において前年の輪っ稚内戦撤退による運賃と補助金収入がなくなった影響により4000万円余りの債務超過に陥っていたことが発表されたこのためエアー日本からの借入金返済猶予の上2006年3月31日をもって廃止され同社は解散同年7月7日に生産が決了し 12年の歴史に幕を下ろした。函館奥尻船は同様に北海道が出資する第3セクターで当時日本航空グループだった北海道エアシステムに引き継がれた。DHC-6 から300。ありがとうございます。